でですね、じゃあ今度盛り付けっていうことについて考えてみようかと思うわけです。はい。で、ただ単にですね、じゃあさ、おかずを作りました、お皿ボコンと入れましたって言ったら、なんかこう野獣が食べるような感じになっちゃうんですね。はい。なので、じゃあさっきちょっときゅうりを切って、ほんでお大根のサラダを作りました。お大根のサラダの中には、ツナと、マヨネーズと、ポン酢を足しました。はい。味の調整を再調整したんだね。はい。で、じゃあどういうふうに持っていったらいいのっていうところで、じゃあこういう例はどうでしょうっていう、はい、さっきのきゅうりをこんな感じに置くわけですよ。はい。で、まあ、真ん中これ余りの部分だよ。よいしょ。あ、どんどん崩れちゃってきて。こで、そこの真ん中にこうやって、食べ物ってね、なんか知んないけども、お皿の中心にうず高く盛るとなぜか美味しそうに見えるっていう言葉、こういう感じ。はい。そうするとなんかこうでーって盛るよりは非常にお利口さんっぽく見えるんだな。よしよしよし。で、これをピッピッとやって、で、こうさっきのよりよりをこうよりよりにしてこう添えてあげると。いいね、いいねって感じですね、我ながら。で、こうやって、ほんでこう回転させると、ほら、なんとなく、食べてもいいかなとかって、お野菜だけじゃんとかっていう、なんかこう、悲壮感が漂わないんだな。なんかこう、なんていう、キンキンに冷えたビールか日本酒が飲みたいなと思ってくるような、そんな盛り付けっていうのも、普段のご飯からですね、やってみると、目で楽しんで、ビールがなんぼでも飲めると いうことだ。結果としては、いいビールの飲み方のためだ、すべては。ではでは、皆さん、シャバドビアは、シャバドビア、シャバダバ。